あ、どうも、山下佳也と申します。今、メタルバックビスディスク1見させていただきまして、まあ昔から知ってる人間としては、橋本聡さんの登場から本当に感動して見てたわけですけども、まあ、この劇場には僕去年ドクロ城の七にシーズン風というので出させていただきましたが、本当に井上秀則さんが、この劇場360度舞台客席が回るというこの劇場を本格的に遊び出したなという、本当に見たことのないエンターテインメントを、まあ、まだ興奮冷めやらぬ状態で、これは本当見といた方がいいと思いますよ。あんまり見れないものが、多分一生見れないんじゃないですかね。本当に誰もが楽しめる舞台となっていると思いますので、よかったら来あったらどうですか。山下佳也でした。